駐車場です。菅沼の駐車場です。今何時？何時？5時。5時半。あ、1時間遅れだ。結構やっぱりお客さん来てます。ゆっくりゆっくり行きますよと。今一息入れてます。三田川池の樹林帯の中、急な上りで、今45分来ました。三田川池白根さんがね、え、いや、はい。白川白根さんですよと。ね、三田川池。鈴ヶ岳へ向かいます。ここから先に5時間ぐらいかかる。すでに2時間遅れ。2時間遅れです。五色沼ですよと。五色沼です。五色沼です。これからあの稜線に出ます。上りが、どうなるかな。これ避難小屋行きます。避難小屋です。結構立派ですよね。五色山ですよ。稜線に出ます。漁船に出ました。南泰山です。雲海が綺麗。
ど変な大人が入ったままで人が一人おります。あれが浅間隠し山じゃないのかな、ね、えどれあれがそっちが浅間隠し山、いやいや浅間じゃなくて白根隠し山、うん、向こうだから白根を隠すっていうわけ、浅間隠しみたいなもんで、こっちの方から見る人が白根、その山で白根が隠れるってわけ。ねえ、はい、奥白根ですよ。左側の見ところを登ってますよ、みんな。あの時ここ降りようとしてる。いやね。あれ火打ちかね、あれ火打ちだな。白根隠し山です。このガレ場を降りてきました。いやいや結構何俺登るのか大変。読めたかな、まあそこに、うん、あの鈴ヶ岳あんだけど、今日は私がここでリタイアします、危ないから。それで今ゆめさんが、あ大丈夫で材料ありがとう。今夫婦の2人が降りていきました。11時半ごろに山頂着いたそうですよ。すごい頑張ったな。私が休んでたところの後からは、マークがかなりちゃんと出てますね。でも非常に道としては整備されてないですね。白山の山頂、白山山頂へ戻りました。ここに白山さんの、
昨日、こんばんやね、昨日の夜お世話になりました。今、ゆめさんとあおさんは奥白根登ってピストンで帰ってきます。私はここで待ってます。靴がボロボロになりました。百名山登った靴だけど、もうダメです。二人帰ってきました。よかったです。あ、もうね、最高の山頂だったですよ。富士山もみんな見えましたって。はい、よかったよかった、ということでございます。今日は、9月の8日日曜日です。まあ台風接近してるんですけど、天気はいいですね。五色沼です。さっき二人して白根さん登ってきましたよ、ね、願い家の、僕よ、いやこれで皆川池の方へ降ります。五色山への分岐です。よかったねって言えて帰れるのがいいね。いいね。鈴ヶ岳だけだったらそんなこと言えなかったかもしれないよ。はい、三田ヶ池でーす。はい、みんな来た。そうか。あれ、一番だね。200m で駐車場。うん。やったイエーイ。ありがとうございました。よかったね。イエーイ。はい、9時半に到着です。帰りました。